ここのはいけるんじゃん。いけると思うよ、うん、普通のとこよりちょっといいと思う。あ、俺もそれもらおう。臭み全然なくて美味しい。あ、本当？食べよう。色ももらっていい？ごめん。これも食べ物なの？うん。豆腐とカモは。確かに。天才やん。火鍋は大体そうだよ。こういうなんていうの、食べ放題とか。あ、そう、お通しみたいなもんや、上品な辛さよな。ハムのチートウドウ、電話機みたいなやつが来た。テレフォン来た。アマナテエグ、そんな偶然ある？すごいな。何のつくねですか？ブロやろ。ガチョ？ガチョ？もう手つきがラオパンやな。確かにラオパンや。ラオパンどういう意味？オーナー。これぐらいで多分足りると思います。はい、これからエビを釣っていこうと思います。緊急で動画回してます。夜中の12時10分に何してんやん。マジそれ。12時20分にエビを釣ります。お手拭きもあるんやね。よし、ありがとう、行こう。レッツゴー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 。本当だ。やっぱこれって全然同じじゃないじゃん。上がいい。後ろから行け、後ろから。ああ、危ない。後ろ。厉害ね。一匹。ちょっと開く。開くってこう引っ掛ける感覚。今日どういう話で？おお、いった。左手ですか？背中をギュッて結構強めで。背中をギュッと。結構強めにいった方がいい。固まっちゃった。あ、俺も下がったんじゃないこれ。来てるね。来た。待ってね。あ、待ってね。あ、引っかかってる、そっちに。ちょっと待って。じゃあ。ああ、針が引っかかってる。ちょっとさ、この青いやつそのまま一回上げてもらってもいい？ありがとう。ごめん。ありがとう。ちょっと待ってね。釣れたぜ。ごめん。待ってよ。2匹目行ったでいい。左手で掴んで右手で外す。あんた袖持ちながらじゃ無理やね。待ってな。袖持ちながらじゃ絶対無理なんやけど。すまん。これを私は持ってたらいいんだ。持つだけで OK。ごめん。で？左手でがっしり掴んで、右手で口の針を外す。口の針を外そう。うん、待ってよ。お口で多分針を飲み込んでるから。そうそう、くるって。あ、いて、ちょっと待って。あ、やばい。大丈夫、挟んでも血出るほど痛くないから。痛いけど
血が出るほどではないから大丈夫。お医者さんもおるし。お医者さんおる。調整系。大丈夫。血が出るほどはないから。お客様。お客。お医者さん生です。あ、生で終わるの。よし。待ってな。シェイしてる。あ。貸してみ、貸してみ。ごめん。私は、ハサミが怖いから、こう下に持ってって、下でこう、そう固定しちゃうんよ。で、ここに口が食べてるから、これ、この針に沿ってくるんだ。おー、うまありがとう。で、こいつは、ここに入れれば OK だよね。ありがとう。そう、やっぱね、3から5は待つ感じはある。あ、俺も違うかな。来たね。まだ台湾2日目だよな。エビ釣ってんの面白すぎる。おーい、ペペイ。あー、あ、頭の方が痛くて、頭の方が痛くて、頭の方が痛くて、頭の方が痛い。やばい、こいつめっちゃ強い。はい、みんな写真撮ろう。行きます。はい、チーズ。オッケー、食べようぜ。おいっす、ごとーい。イエー、お疲れっす。楽しかった。みんな連れてよかった。よかったよかった。暑いかも。こっちの方が暑くないかも。こっちは先焼いてる。こっち先で、こっちあと。オッケー。なんとなく1時間半でコツがちょっとは分かった気がする。久々やったんじゃん。前来てから来てない。前来てから来てない。塩うまいよ。塩加減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 ちょうどいいよ。なんか結構これ見てよ。結構ね。殻はこうやめといた方がいいと思います。え、長い。あの味噌も全然食べれるけど、なんか怖かったら全然食べれても。はい、せっかく焼いたから大丈夫です。結構の味噌も多いと思う。から食べてみる。うん、うまい、うまい。大丈夫、大丈夫。大丈夫です。うまい。全部で40匹、戦力5人。うん、1人8? 喉も8。OK。意外といけそう。自分らで釣ったのはうまいね。なんか
してさ、もらえるからさ。なんかね、1時間半で9個マックス、すごいな。うん、店長さんサービスしてくれた。ね、めっちゃ入れてくれた。マジでめっちゃ塗ったけど、うん、でもやっぱ良いちのやつと全然違う。カラーの上から塗ってるからちょっと中にちょうどよ、うん、そうなのか、うん、なかなか浸透しないから。マジお店の味やわ。手の塩と一緒に食べたら確かに。これ味噌食べれる、うん、食べれる、食べれる勇気があるけど、明日は休みやから、うん、旦那は痛風だからさ、余計絶対痛風やし、いつもよ。私もたまに、なんか良さそうなの。痛めで大丈夫です。私もここの画面ってもなんか怖さもないから全然大丈夫だと思う。生きたエビやからさ、新鮮は新鮮、うん、生のところだけ、それがね、だけ焼いてれば大丈夫。タンパク質、うん、タンパク質、間違いない。行動範囲が広すぎてめっちゃ行ってるね。9分10分だよ。鍋からここ飲み直しのエビスリーのそっか、飲み直しもしてたわ。めっちゃ濃い、コンテンツの量に YouTube 3本くらい確かに、前編後編こんなの、ね、前編後編こんなネットいくらで探しても出てこなかったけど明日はルーローハンとあれか、小籠包、ローカル小籠包。あれじゃん、どこやろうな。小籠包って意外とむずくない？小籠包って意外とないよね。ないよね、意外と。そうなんだ、うん。